はい。お弁当温めますか？お願いします。三谷さん。はい。中の棚整理お願いできる？はい、わかりました。それ終わったらさ、はい、休憩入っていいから。わかりました。もしもし。あ、もしもし。まだバイト中？うん、今日朝晩だからね。何、どうしたの？明日さ、うん、前見たいって言ってた映画のチケットもらったんだけどさ、うん、行かないかなって思って。え、行きたい、嬉しい。あ、ほんと？うん。明日のさ、レートショーなんだけど大丈夫？うん、明日は大丈夫だよ。あ、よかった。じゃあさ、うん、夕方迎えに行くよ。あ、ほんと？ありがとう。うん。え、もう少しでさ、休憩だからさ、うん、ちょっとしたらまたかけ直すね。あ、ほんと？うん。じゃあバイト頑張ってね。うん、ありがとう。またね。うん、はい、じゃあまたね、うん、じゃあね、バイバイ。三谷さん。びっくりした。電話したけど、彼氏さん？はい、明日見たかった映画のチケットが取れたって。ごめんなさい、仕事中に。ああ、いいよ。この時間さ、誰も来ないだろうから。何か足りないのあった？問題は、はい、ないですね。ちょっと整理だけしちゃいますね。じゃあお願い。きちんと来たんだね。よかった。
この前のこと思い出してんの？違います。あの映像、あれか。そうだな、三谷さんが言うことを聞いてくれるなら考えてもいいよ。言うことって？ほら、これどうすればいいか分かるよね。黙ってるんだよね。そんな私できないの？それともこの前みたいに無理やりの方が興奮するのかな？そんなことない。